日本関東地方東京都町田市、大倉町大倉城は東京都町田市の町名。町名の設定のない単独町名である。郵便番号は195-0062。町田市の北部に位置する。東西に鶴見川が流れ、西の町境には小野寺川が流れ、鶴見川に合流する。東は農家や、東南は神奈川県川崎市浅尾区の飛び地である、岡上。 南は、金井が、丘と金井、西は、野津田町と小野路町、北西は、新光寺町、北は、鶴川と接する。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、大倉町あざ大倉399番4の地点で12万9千円、平方メートルとなっている。武蔵区に続き群横号に属し、その後、玉郡、小山田省に属し、 その後、多摩郡、柚月寮に属した。村は、大倉村と大村に分割された。明治時代後半から、大倉の農家では、副業として養蚕が盛んに行われた。1897年に産種を扱う、鶴見川合子会社ができ、横浜の貿易会社を通して、米国に輸出されたが、1914年に閉鎖された。昭和の初め頃から、 眉の大部分は八王子片倉の片倉製紙工場に出荷された。鎌倉時代に大倉サブロ区チクというものが住んでおりここから地名に取られたとも伝わる。また、市川家の加減、市川家府に、慶光天皇40年以降、遠い征伐の準備のために、金号の公米を保管するための倉を設けたので、大倉の里と呼ばれるようになり、後に尊明だったとも伝わる。 しかし、地名の由来については単に大きな蔵があったためそう、呼ばれたなどという言い伝えもあり、定かではない。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。小田急電鉄小田原線の鶴川駅が、最寄り駅である。下大蔵バス停留所などから、神奈川中央交通の路線バスで、 鶴川駅行きをはじめ、町田駅行き、多摩センター駅行き、若葉台駅、静石桜川岡駅行きなどがある。鶴川郵便局、ありがとうございます。